皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。本日は2022年11月24日木曜日でございます。そして気温は12度といったところでございましょうか。いよいよ気温が下がっている状況がなんだか続いてきましたよね。あー、いよいよ今年も終わっちゃうよ。僕この放送頑張んなきゃって思ってたのに。なのにこのままでいいのかな。ただ長く続ければ何か道が切り開けますかね。そうだといいなとは思います。でもまだまだ今年頑張りますよ。今年僕は何かをどうにかするために頑張らさせていただきますですかなとのことでして、ちょっとした決意表明でございました。はい、それでは昨日のお夕飯に行きましょうかね。僕の昨日のお夕飯はわかめラーメンのベーコンまみれでございます。結構なボリュームですよ。はい、ベーコンをもうこれ見よがしに、これ見よがし？これ見よがしっておかしいですかね。ベーコンをふんだんにそのわかめラーメンの中に入れることによって、そのベーコンの肉汁がわかめラーメンのスープと相まってものすごく美味しかったのですよ。めちゃくちゃ美味しいよ。もう満足でした。完璧に満足な一品でした。ですのでこれツイッターに載せますね。はい、とっても美味しく食べられましたよってとのことでして、そんな素敵なお夕飯を迎えられまして、僕はとっても満足だった次第でございます。それでは本日のお便りの方行ってみましょうかね。じゃん、ペンネーム、おはぎさんよりいただきました。おはぎさん、お便りありがとう、ありがとうですかな。めちゃくちゃ待ってましたから。もうありがとうございます。おはぎさんのお便り、しかも本日ものものって言っちゃいましたよ。本日のものは、はい、しっかりとメッセージ付きでございますよ。メッセージ付きのお一言でございます。ではまずはそのメッセージからお読みしますね。じゃん、メッセージ、古いこれの中にはよくある。古いこれの中、これは興味深いですね。ということはですよ、この先を読み進めたいと思いますよ。なるほど、なるほどでございます。はい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 、なるほどなるほどでございますよ。ただなるほどなるほどって言いましたけれども、実は事前にこのお言葉チェックさせていただきました。正直言いますとですよ、もう僕は恥を覚悟で、はい、正直なことを言います。僕はこのいただいたお一言の漢字、この漢字をえりって最初に読んでいたのでございますよ。えりみたいな感じで、エリニか、なんだろうエリニみたいな感じになっていたのでございます。
これを襟と読んじゃう方は他にいらっしゃるのでございましょうかね。いらっしゃると僕は信じたいと思います。襟ってでもどういう感じでしたっけ？そこがもう気になりましたよ。そうですね、ちょっと後で検索してみます。襟が僕がこの漢字と間違ってもおかしくないほど似ていたのかどうかちゃんと確認したいと思います。そして何かともう一回、はい、改めてご説明しますと、そうですね、これ難しいですね。結構これはですね、昔ながらの日本の家屋にあるその扉、はい、そうですそうです、そこのですよ、奥底にはもうそりゃあもういろいろな思い出の詰まったものがあるでしょうということでございます。はい、だと思いますよ。僕もそう思います。そうですね、よく特にですけれども、最近のあの家屋にはないのですけれども、やっぱり実家とか、はい、帰ったりするとやっぱりどうしたってそういう建物の作りになってますから、結構そうなんですよね。そこをスッと開けてみると、あーこれで僕遊んだなーとか、あこんな服持ってたな、もう着れないやとか、そうですね、あとはあすごいこれはアルバムじゃんみたいなものとか、そうしたことが見つかったりしますのですよね。ですから、はい、もうその通りだと思いますよ。ただ今の説明ではこの文言にまではたどり着けないかと思います。ですのでもうちょっとご説明しますと、まず、はい、そうなんです、そうなんです、その僕が襟というふうに読み間違えたのは、その日本家屋古来の扉のことでございます。これです。それの、はい、奥に眠るものはやっぱりまるで、それはそうですね、よくあれじゃないですか、あの卒業式とか、みんなのそのなんか思い出の品というか、未来の僕に、はい、手紙を書くみたいなのとかやったことございませんか？未来の自分に手紙を書くとか、そういうものを書いてしまっておくもの、これがその言葉に含まれておりますとのことでして、まるでそれかのようだというようなことでございます。もうその未来の自分に手紙を書いて入れておくもの、そして埋めるものといった時点でだいぶもう思い浮かばれる方多いのではございませんか？どうですどうです、結構うまくご説明できたでしょと僕は思いますよ。とのことでして、まあもしかしましたら今回のお一言を当てることはなかなかのハードルの高さですが、当てられる方もいらっしゃるのじゃないかなと、そこはちょっと思いました。はい、ご想像しましたら、はい、なんとなくこの言葉が出てきそうかもしれないなと。まあでも一言一句は難しいですね。はい、一言一句は難しいとは思いましたけれどもね。でもそういうことでございます。そしておはぎさんはきっとまた、そうですね、職場なんですかね、職場でそういうところに巡り合ったのでございましょうか。どうですどうです、僕の推理当たってます？そう思いましたよ。ですから、だって前にですね、以前に古い新聞の話をされていたじゃないですか。そういうものがあるということはですよ、もうその、ご職場での
そういう場所には、あーでもご職場にあるっていうのもちょっと珍しいですかね。じゃあじゃあどうなんでしょうか、ご自宅なんでしょうかね、久しぶりに見てみたらみたいな、そういうことでございましょうか。またまた詳しくのその後のご報告お待ちしております。はい、お便り楽しみにしてますよ。そしてですね、そろそろ行きましょうかね。おはぎさんよりのお一言、僕は、あ、僕のコメント自体ちょっと今言ってませんでしたっけ。僕としてはですね、あ、僕もでもそうですね、いろいろ言いましたよね。じゃあじゃあもう行きましょうか。はい、行きます行きます。もうもう結構時間も過ぎてますしね。それではおはぎさんよりのお一言行きますよ。ではでは、おはぎさんよりの一言どうぞ。襖は一種のタイムカプセル。